今演奏しましたのはカッチーニのアベマリア、ちょっとこのスイッチを入れ忘れたもので音は通ってましたか？皆さん聞こえましたか？はい、ありがとうございます。続いて演奏しますのは今度はマレットだけで演奏いたします。ルロイ・アンダーソンの、ジャズピッチカートという本来ならばオーケストラの弦楽器のピチカートだけで演奏する、曲なんですが、今日はそれをマレットで演奏してみたいと思います。マレットだけで演奏するのも結構楽しいもので、ハンドベルと言いますのはこう鳴らすこういう楽器なんですが、最近はいろんな方法が、使われています。また新しい奏法と音の、種類も変わってきています。まあ、種類というか奏法が違うと響きが変わるんですね。次に聴いていただくのは、アロハオエという曲なんですが、実は、私たち川崎の市民病院の、こっちから行くと手前にあります聖パウロという聖公会の教会で、毎週木曜、練習をして、それから教会の行事に出たりいろいろ、しているわけですが、今年この、アロハオエをですね、フラダンスの方と一緒に、教会の音楽祭で、教会のパウロ祭という音楽祭でやったんです。今年は新しい試みの一つがそれだった。で、今日もその曲を皆さんに、聴いていただきたいと思います。
ございました。ハンドベルも日本に来て約40年になります。なかなか皆さんの前でこうやって演奏するチャンスがないんですけども、今回はこうやってこういう場所で演奏できるチャンスをいただいたことを、感謝しております。今日で、今回2回目になるんですが、またいつかお会いしたらありがたいなと思っています。さあ次の曲は、ベルのオリジナルの曲を聴いていただきます。ハンドベルのために作られた曲というのもあります。日本には40年って言いましたけど、アメリカとかヨーロッパではもう100年以上の歴史が、200年以上の歴史があるんですね。日本に来たのが1976年ですから、ちょうど40年になるんですね。日本の編曲もこの後どんどん出てくるんですが、知ってる曲もハンドベルでも演奏できるようになりました。それではオリジナルを聴いてください。メロディー・オブ・ホープ。Thank you.
ありがとうございます。今演奏しましたメロディー・オブ・ホープというのは、希望のメロディーというか、本当にこう夢を持って、みんな生きていかないかんなというような、そういう作曲家の気持ちが入っていると思います。さあ次はですね、今度は皆さん方のテーマソングと言っていいか、この川崎ならではの歌になります。見上げてごらん夜の星を。じゃあ行きます。次の歌は上を向いて歩こうです。当然これも坂本九さんの歌ですから皆さんご存知だと思います。手拍子をしたい方はどうぞしてください。歌いたい方はどうぞ歌ってください。賑やかにやれる曲はこれぐらいしかないと思います。ぜひご協力のほどよろしくお願いします。
歌ってくださると多少失敗しても目立たないように助かります。それではですね、次の、曲は、ご存知の方多いと思います。赤い鳥が昔歌ってました、武田の子守歌というのが、京都地方にあるんですね。でこれは非常に有名な曲なんですが、いろんな人が歌ってますが、この先ほどハンドベルも日本に来て40年経ちましたって言いましたけど、20年ぐらい前からどんどん日本の曲が編曲されるようになったんです。それはどうしてかっていうと、私たちがデイケアセンターだとか、例えば病院だとか、そういうところにボランティアに行くわけですね。でそこで賛美歌を演奏したりクラシック演奏したりするとあまり受けないですよね、当然ながら。そうすると日本の曲、童謡だとか日本のこういう曲をたくさん演奏したいというチームが40増えました。でそこで日本の曲がどんどん今編曲されて、日本の曲だけで一つのコンサートをやれるぐらいになってきました。その中の代表作、武田の子守歌です。聴いてください。
ございます。次に演奏します曲は、これは去年も、ね、ここで演奏したと思うんですが、予作という皆さんご存知の曲があると思うんですが、あれがハンドベルになっちゃうんですね。そうしますとね、北島三郎さんにも聞いてもらおうかなと思って、本当にこの曲を編曲した人はね、川崎の、高津区に住んでる、同じこのハンドベルの仲間の指導者なんですね。聞いてみてください。それじゃあ最後の曲になりましたが、最後は楽しくチキチキバンバンなどを演奏しながら終わりたいなというふうに考えております。もし機嫌が良ければ、手拍子などをいただければありがたいんでございますが、まあ音楽が乗らなかったらどうぞ
聞いていただくだけで結構かと。チキチキバンバン。時間内に終わるのがここのお約束ですので、慌ててチキチキバンバンを演奏しました。実は本日の目玉で、布施90周年ということで、60周年にできた歌がある歌は皆さんご存知ですか？山本直純さんが作った好きです川崎愛の街、こういう曲がある。で、この曲を彼女が編曲してくださいまして、今日はアンコールでこの曲を演奏したいと思います。一緒に、まあ、ハミングでもいいですから一緒にお願いいたします。Thank you.
どうも今日はありがとうございました。プラザ・ベルリン会議でした。ありがとうございました。またお会いしましょう。